こんにちは、デリッシュキッチンです。ルーローまぜそばを作ります。ネギの青い部分1本分は小口切りにしましょう。豚バラ薄切り肉 200g は 1.5 センチ幅に切ります。フライパンにサラダ油小さじ1を入れて中火で熱し、豚肉を入れて肉の色が変わるまで炒めます。酒大さじ1、砂糖大さじ1/2、醤油大さじ1、オイスターソース小さじ1、水 200cc を加えて煮立たせます。蓋をして7分弱火で煮ましょう。ウーシャンフェン少々を加えて混ぜ、ゆで卵1個を加えてさらに3分煮ます。鍋にお湯を沸かし、中華麺2玉を袋の表示時間通りに茹でて水気を切ります。麺をボウルに入れ、ごま油大さじ1/2を回し入れて和えましょう。器に盛り、豚肉とネギを乗せます。半分に切ったゆで卵を乗せ、タレをかけて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。